確かに私は霊媒です。死んだ人間の意識をこの体に下ろすことができます。霊能力なんて存在しません。僕が信じているのは緻密な思考の末に導き出された論理的な結論だけです。倉本さん、注意を払ってあげてください。嫌な予感がします。光月さんには多少なりとも私の言葉を信じていただく必要があります。翡翠さん、前にお会いした時と印象が違うので、その素の感じの方がずっといいと思いますよ。扉を開けてください。それはどういう…早く。いつもこうなんです。分かっているのに嫌われたり変な人だと思われるのが怖くて、何も伝えられずに助けられない。何を探しているの？クラマスさんが死の間際に見たのは頭に浮かんだということです。女性の欲があったと思います。女性の容疑者はいないんですか？まだ行く。私も話を、私の力を使って誰がクラマスさんを殺したのか犯人を突き止めていただけませんか？とは誰でしょう？ジョズカさんはなぜ彼女に注目を？なんとなくです。ふざけないでください。おい、何の根拠もないんですか？こんな人の力を借りるなんて捜査に混乱を招くだけです。怒っていませんか？私が彼女を犯人のように示したこと。いえ。翡翠先生に降霊をさせるのはやめてください。苦痛や恐怖の中で亡くなった人の場合、死の間際にその人が感じた恐怖の感情が先生の心に強く残るんです。やらせてください。大丈夫です。今回は光月先生がいます。大丈夫ですか？例の殺人鬼が翡翠さんの力を恐れてあなたを殺そうとしているのか？透明な悪魔、考えすぎではないでしょうか？私の予感は絶対です。